お疲れちゃんです。ラットです。今日なんですけども、僕が所属してるファブゲーミングをスポンサードしてくださってるポロンさんがね、なんと新ゲームを出したそうです。よいしょ。でまずね、どんなゲームなんだろうっていうところで、まあ、ポロスといえばね、にゃんこ大戦争っていうゲームがすごい有名だと思うんですけど、まあ、それと本当に似たようなね、ゲームだと思ってください。さあ、ということでね、まあ、実際にね、やっていきたいと思います。でもこの画面ね、はい、見てもらえればわかるんですけど、めっちゃ川です。はい、めっちゃ川のおじさんとおばちゃんと鶴がいます。桃太郎なんでね、ストーリーが。で、じゃあもう早速ね、戦ってみますね。はい。この畑バトルというのが、まあ、こうメインのモードですね。さあ、ということで、いきなりですが、戦闘開始でございます。で、まあ、どんな感じかっていうと、こう自分がね、野菜です。僕野菜、敵鬼です。はい。で、こう右側がね、野菜です。まあ、エリンギの鳥みたいな、トカゲとか、なんかトマトの可愛らしい子とか、あのこれ全部名前あります。全部名前覚えてません。ごめんなさい、すいません。右上がスタミナですね。で、コストが書いてあって、18、21、26、24。これを、上125溜まってると思うんですけど、これもね、にゃんこ同様溜まっていきます。時間が経つにつれて。で、この出したいやつを、まあ、タップして、この2レーンのどっちかに持っていって、よいしょ。そしたら、こう、勝手に走っていくんでね。まあ、自分は出すだけでいいです。結構シンプルなね、はい、ゲーム性になってます。まあ、タワーディフェンスゲームみたいな感じかな。さあ、これで、自分の出していったのを食わせます。で、食われると、死ぬんですけど、食われて相手にダメージ与えるっていうやつですね。自分で、自分が野菜を出して鬼に食わせて鬼を倒していくっていうゲームです。はい、めちゃくちゃシンプルです。簡単じゃんって思いますよ。勝てない政治に今困ってんすよ。勝てないところがあるんですよ。これがね、シンプルがゆえに、なんかね、意外と勝てなくて、なんか、なんで勝てねえんだってなるんですよ、これはね。はい、という、まあ、ゲームです。で、勝ったらね、そのね、僕の戦った野菜たちを育てるお金だったり、経験値だったりがもらえるっていう。ほんとなんか結構こう、やりやすいゲームだと思うんで、ちょっと今すぐね、皆さん、始めちゃってください。で、このゲーム、リリースされたのが1月17日とかなんですよ。で、ほんとここ最近の出来たてほやほやなんですけど、僕も結構やってるんで、そのうちのマジのね、序章だったので、まあ今はね、楽に勝てましたけど、今ね、イベントとかも来てて、ちょっとそっちのね、方をちょっとやってみようと思います。でね、野菜出すだけじゃんと思うあなた、違うんですよ。いろいろね、細かいとこ話してきます。さあ、レーン数が増えました。4レーンになったり、あと敵がね、すごいこの橋を渡って動いたり、結構ね、難易度が上がっていくんですよ。で、あとね、相性とかもあったりします。このね、野菜に緑色、木鉢みたいな赤色、緑色とか、グレーとかあると思うんですけど、まあ、グレーはね、ノーマルタイプですよ。こう、相性とか何も関係ない、ザ・普通ですよ。みたいなのがあります。で、基本的には、相手の色と同じ色だと、相性がいいと言いますか、特別なね、能力を発揮したりとか、大きなダメージを与えたりとかがあります。なんで、この、今回ね、間のカバみたいな、カバ鬼みたいなやつ、赤色なので、この僕の赤色の野菜ですね、を食わせると、結構ね、いいダメージを与えることができます。っていう、まあ、そういったところもね、ちょっとこう考えて、この敵が来る間の少しの時間で、まあ、考えてあげないといけない。あとはね、上側にコストがあると思うんですけど、それもちょっとね、無駄にならないようにみたいな。大体を倒したら倒したで、コストちょっとね、もらえたりとかもあります。よいしょ。さあ、これ敵結構強いのよ。本当に。で、ライフもそこそこだし、これめっちゃ移動するから厄介なんだよね。頑張って。頑張って。いや、まじで、普通に負ける。いや、頑張って。エリンギ？トマト？トカゲ？野菜じゃねえ、これ。ちょっと待って。野菜なんですよ。なんかの野菜です。さあ。野菜を食わして、ダメージ与えていく。避けるな。いや、避けるんや。待って。やばい。待って、ライフハート1個。ガチで強え。強くね？やばいよね。なんか、めっちゃ簡単なゲームに見えて、結構むずいって。これ下に来るよ。いや、今度かい。早く来いよ。待って。そこ、今の間に。いや、待って。マジでやばい。おーい。っていう、ゲームです。敗北です。結構むずくないですか？めっちゃ簡単そうに見えるんですけどね。いやー、ちょっと普通になんか負けちゃったら悔しいな。まあ本当にゲーム性はこんな感じで、ほんとなんか詳しくはね、こちらですね。先ほどね、相性がどうのとか言ってたと思うんですけど、
こちらですね、赤い鬼には赤色のね、あの野菜をぶつけるのが良かったりとか、結構ね、こう桃鬼とか青鬼とか結構いろんな種類がね、今後出るみたいですね。でまあこの辺もね、やりながら、やっていきながら慣れていく必要がちょっとありそうですね。本当に基本的なのはもう先のね、はい、レーンに野菜出して戦っていくよというので、あと他のね、いろんなこう機能があって、僕さっきね、いろんな野菜が出てたと思うんですけど、やっぱ種類があるんですよ。そうさあ、これね、あのベジマルって呼ぶみたいです。これすべてね、はい、ベジマルです。ベジマルのなんかこう名前がいろいろついてるみたいな、これキジンネロです。さあ、これはベジマルのゼンマイトカゲです。あとは僕のお気に入りトマペンギンですね。はい、星4でね、ちょっと強いんですよ。で、各ベジマルにはスキルであったり、この分類のね、属性みたいなのがあるよっていうのがついてますね。はい、なんでキャラがね、こうやればやるほどどんどん増えていくと思います。まあなんで、いろんなキャラクターゲットして、まあ自分のね、パーティーとかステージに合ったキャラを使って、まあどんどん攻略していくよっていうゲームですね。でまあステージクリアした時にもらったお金でユニレベ上げたりだとか、まあ品種開発って言って、まだ僕あのさっきね、できたばっかなんですけど、こう何かと何かを混ぜて新しいキャラを作るみたいな、そう、まあ合成的な、まあなんかね、使用するレシピがないんで何もできないんですけど、こう何かと何かを混ぜて新キャラをね、はい、作ったりとかもできるみたいです。でね、桃太郎なのに桃太郎何もしねえじゃんって思った方、あの桃太郎ね、働きます。このね、桃ライブっていうのでね、よいしょ。さあ、桃太郎が、おー、死んでる、おい、おー、疲れたな、帰って寝たいとか言ってるよ。え、ガチで桃太郎雑魚なんですよ。弱いんですよ。あの、頑張って疲れたらしいです。あのですね、どういうことかと説明しますと、桃太郎を旅に行かせるんですよ。そう、働いてこいって。あの、いろいろね、物を取ってこいってこう、働かせに行くんですよね。そう、で、アイテムをこれ桃太郎が頑張って取ってきてくれたんですよ。で、まあ、疲れ果てて、まあ、倒れてたよねっていうやつですね。さあ、手順としては、まず仕送りですね。おばあちゃんがね、出てきます、ここで。おばあちゃんに、いろんなね、持ち物を作ってもらいます。はい。さあ、こちらお肉とか、まあ刀とか、まあ靴とかいろいろ持たして、桃太郎のね、ステータスを上げてあげます。そうすると桃太郎がね、よりいいアイテムだったり経験値こういっぱいであったりとか、まあ、いっぱい持ってきてくれるんで、おばあちゃんに協力してもらって桃太郎をね、はい、働かせてあげます。よいしょ。さあ、出発、冒険開始やってことで、これでね、まあ、あと何分かすると、あの桃太郎ぶっ倒れてます。今めっちゃ頑張ってますね。あ、で、この14分ですね。はい、残り14分経つと、まあ、アイテムをね、ゲットしてくれるよっていうので、まあ、これ、やり得なモードですね。とりあえず、桃太郎、あの、過労死するまで働かせてください。で、なんかね、このツイッターみたいな感じで、コメントが出るのもちょっとおもろいですね。本曲げのセットが決まらん。桃太郎、そんなこと気にすんやねんやろ。鬼たちが出ないといいか。いや、マジ、弱いんすよ。桃太郎、強いはずなのに、ガチ弱です。即倒れます。で、この桃玉ルーレットっていうのはちょっとやったことないので、せっかくならやっちゃいますね。これで、お、差し入れができるんだ。お、おばあさんのエール。さ、これで経験値がいっぱいもらえるようになりましたね。っていうようなルーレットもあるそうですね。さあ、ということで、まあ、あと13分待ちましょう、これは。さあ、ということで、基本的なゲーム性はこんな感じかなと思います。ですがね、やはり、このね、真ん中気になると思うんですよ、皆さん。種ガチャ、ガチャです。ガチャがあります。このゲームには、なんと、もう大好きですね。僕も大好き。みんな大好き。ガチで大好き。ガチャです。よし。ということで、で今ですね、この恐竜サウルスっていうガチャ、特別なガチャが来てます。このガチャなかったんですよ。そう、マジで最近来ました。で、ガチャがあるということは、やっぱ強さがね、こう、あるんですよ。で、僕も持ってるキャラ、まあ、何体か強いやついますけど、このね、レアリティがあって、やっぱ星5がね、いるんですよ。これ全部星5なんですよ。僕、星を持ってないんですよ。だからやっぱ強ければ強いほど、ね、ダメージが高かったりだとか、特殊能力がすごかったりとかがあるので、いや、これね、星5が欲しいですね。引きましょう。ということで、星5欲しいんですけど、なんとね、2% です。ってことは、50回に1回しか出ないです。50回に1回？わ、マジか。いやー、引けるかな。いや、でも50回ぐらい回せそうだな。気合で。で、なんで優しいことに49回連続で星5キャラが出なかった場合、50回目には絶対出ます。いや、ガチで欲しいな。いや、せっかくならこの1番目のカカレックスいきます。カカレックス欲しいですね。さあ、ここでね、星5当てれば、さっき負けたところもちょっと楽々いけると思うので。いきましょう、最後にガチャです。10連いきます。ガチでお願い。初めて10連なんてする命の水を使います。ニョキ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 、あ、キング2個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 。
ビワッキーはこれでも金だ。金の1個が星4なんだ。ビワッキーね。さあ、ベジマルのビワッキー。かわいいですね。お猿さんです。ああ、まあ、この辺も星3になるんですね。いや、でも全然持ってる。お、かわいい。カメレモン。ペンギンなん？銀なんですね。めっちゃかわいくない？俺、これ、かわいいの好きなんですよね。落下せオットセイ。さあ、来た！わあ、星4だ。4でもいいんだけど、5が2%だから当たんねえんだ。さあ、カボチャザール。お猿さん、カボチャ食ってますね。食ってんじゃねえ。カボチャが猿になってるのか。梅カメ。あ、リザリアン。あ、えのきバターンだ。俺持ってるやつだ。さあ、初めて被りましたね。よいしょ。うわあ。まあ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 、どうなんだろうな。これも出てる方なのかな。星 40% なので、10回に1回ってことは今2台出たんで、まあまあまあ悪くはないですね。ちょっと 2% 欲しい。ガチで恐竜欲しい。これなんか、キンキン。お、熱い3つ。3つ。あ、わかんない。これキャラ名覚えるのなかなか難しいな。あ、さっき出てましたね。カリプードル。あー、さっき出た。豆かも。あー、ブンブクめっちゃ出るやん。いや、そろそろ金やで。ワニサビ。めートロ。え、マジでこれ何の食べ物かわかんないんだけど。来い。うわー、これザクロですね。はい、ネズミとザクロがかけてネズザクロです。いや、当たんねえなー。 2% やばいな。 2% よ。いや、ちょっとマジで欲しい。ガチで恐竜来い来い来い。本当に欲しいね。うわ、うえい、かぶるね。いや、全然当たらん。ちょっと待って。俺、これ一回もさ、出ないわ。やばくない？ちょっと待って待って待って。本当に。頼む。金。一個だ。一個しかねえ。ああ、ブンブグね。ああ、トカゲ持ってる持ってる。豆かも。ペンギンなん？やばい、豆かも。わあ。ガチかぶりだ。でも一個あったからね、ガチで。恐竜こんなでんもんな。いやあ、ゴリピーマン、ゴリピー、ゴリラピーマン来ちゃったよ、ゴリラピーマン。うわあ、あはー、君かい。いや、待って。やば、ちょっと待って、でも、聞いてください。これで、50回回るんですよ。50回回るから、確定です。確定で星5出ます。だから、それもちょっと悔しいね。負けた感じがするわ。よし、もう全部使っちゃいます。あれ？お、え、あ、金じゃねえ。星5。ね、見た今の。プラチナみたいな。レインボーみたいな。綺麗な色だった。ち、金ではしゃいでた俺何やったんだよ、もう。送るよね。かわいいな。めっちゃ出る。怖いっか。これなんか野菜に詳しくなりそうっすね。全然わかんないもん、だって。さあ、来るよ。来るよ。恐竜来るよ。来た。お、しかもカカレックスや。俺の一番欲しかったやつ。神、来た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 。かっこよ。輝きすぎじゃないこれ。やばいね。ちょっと待って。なんか嬉しくて涙が。そんなことある。そんなことある。いや、マジででけえな、これ。モグラちゃんね。お芋とモグラ。かわいい、これ。さあ。かっこよくね？これ、カードゲームとかさ、好きな人にはたまらないっすよ、この感じ。こういうのすごい集めたくなっちゃうんすよね。やば！やば、めっちゃ興奮する。ちょっとせっかくなら、このチケットね。チケットが7枚あるので、ちょ、これ全部もう使います。さあ、お願いします。これで、あ、ベジマル、最大100までとかしか持ってないんだ。これ拡張っすね。なんかボックスみたいな感じっすね。さあ、命の水使って、さあ、拡張します。で、あとは、被ったやつとかを、まあ、それこそね、強化したりだとか、売ったりしたりとか、そういうことをするんですね。よし、回します。お願いします。星5。いや、これ種でわかるもんな、これで。ああ。ガリプードルですね。やっぱ金でもなかなか出ないですね。10回に1回ですからね。うわぁ。分布出すぎじゃね？お、持ってない。バナドルフィン。さあ、ラスト。お願い、せめて金。やっぱなかなか出ないんですね。本当に。せっかくなので、ちょっとゲットしたね。いや、キャラ、おお、めっちゃいるわ。しかも、同じやつさ、何体でも組めるからさ、全部、
全部分布あれだ、全部かき分布にできるんだ。あ、全部かき分布でいこうと思ったら3体までしか同じの積めないらしいですね。はい、これはちょっと勉強になりますね。いや待って、ゲットしたさキャラ多すぎてさ、パーティー組むのむず。まあでも強いのいっぱい入れたいよね。そう、先頭にね。いやーかっこよ。あ、でもやっぱ星5のだけでコストよく使うんすね。37も使うから結構高い。これは勝ちたいね。よーし。いやマジで引きまくったからね今。頼む。そうそうそう。いやかっこよ。でもこれ37もたまんねえな、なかなか。頼む頼む。オッケーオッケー。そうそうそう。いや、え、かわいいな、なんか。どれで行く？一旦行くか。一旦行ってこい。強いぞ。星5やで。さあ、ゴリピーだ、ゴリピー来た。ゴリピー行ってこい、ゴリピー。ゴリピーマンね。さあ、やっぱり痛いだ。あの遠距離痛いな。え？恐竜強っ。え、戻ってきた、強すぎて。いや、バカ強え、バカ強え。カカレックスだっけ？ガチで強え。さあ、カカレックス、行ってこい、行ってこい、行ってこい。やばいやばい、ゴリピー、ゴリピー。ゴリピーとカカレックスしかわからんな、これ。さあ、いいよ、いいよ、いいよ。いや、調子いい、調子いい。さっき負けたのリベンジできそうな。あー、やばい、避ける。やばいやばい。いや、カカレックス、いける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 、ナイス、ナイス。なんかタイミング見てさ、ぶつけるのがむずいよね。で、相手のとこまで行ったやつは、なんかコストが返ってきますね。さ、ゴリピー頑張る。いけ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 、頑張れ頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ頑張れ。食え食え食え。お前ら食え食え食え。戦え戦え。いけ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 。一旦ね、最強、一旦最強。よしよし。で、赤い的には赤色の属性を当てるといいんですよね。よし。そう。赤色のあれですね、この右上の緑、赤、緑、ノーマル、黄色。これがあると思うんですけど。赤には赤を。いや、これ買ったんじゃね？マジで。うわー、残ってる。ちょっとだけ。あー、これは、黄色はね、赤に対して、黄色、緑か。緑はね、赤に対して相性が悪いっていうので、ダメージ半分です。さあ、無事に勝利ということで。いや、でかすぎる！ナイス！いや、カカレックス無双してましたね。いや、気持ちいいな。これちょっとね、先の方に進めそうです、僕も。はい、ということで、今日ですね、新ゲーム、桃太郎失格、はい、やらさせていただいたんですけど、僕的には、このキャラクターが可愛いのがね、めっちゃいいっすね。そう、可愛いし、あとね、ゲーム性が結構シンプルで、ほんと出すだけでいいので、まあ出すタイミングとか、位置とか、まあそういうのはね、ちょっと考えないといけないかもしれないですけど、やっぱシンプルだからこうね、楽にできますし、皆さんもぜひね、桃太郎失格ね、はい、始めてみてください。なんかやるとね、ハマっちゃいます。ということで、お疲れちゃんでした。またねー。